兄弟は他人の始まりという言葉があります。確かに日本の歴史を見ていくと兄弟の間で問題が出てくる。特にどちらかというとその兄弟そのものよりは叔父と甥と言いますか、その関係で何らかの確執が出てくることが時々見られるような気がします。例えば壬申の乱、天智天皇とそれから後の天武天皇ですね、この2人は兄弟なわけですけども、この2人の間にも何らかのものがあったと。で、天智天皇は最初その大天皇子つまり後の天武天皇に自分の位を譲ろうとするわけですけれども、それを変えて、やはり自分の息子に譲ろうとすると。でそれを知った大天皇子が吉野に隠遁すると。で、そこで、挙兵して壬申の乱が起きるわけですね。つまりもちろんそれは天智天皇が死んでからですけれども、つまり、大天の王子とそれからその甥っ子との間の争いということですね。それからもう一つ、豊臣秀吉も最初は豊臣秀次、これは豊臣秀長という弟が秀吉にいたわけですけども、その弟の息子、つまり、秀吉からすると甥っ子ですね、この甥っ子に位を譲ろうとするわけですけれども、自分に、晩年に息子ができて豊臣秀頼ですね、これができたので、方針を変えた。で、結果的にはこれ秀次が殺される、殺されたと言っていいのかどうかまた微妙なところではあるんですけども、そういった問題があると。で同じような構図で、応仁の乱の原因が語られることがあります。応仁の乱というのはご存知だと思いますけども、戦国時代のきっかけになったと言われている1467年から1477年まで、11年も続いた戦争ですね、京都を中心に。で、足利義政という将軍、第8代将軍ですけれども、この足利義政がその次の将軍として足利義見、弟なんですけども、これ義見というのはこんな字を書きます。視力の視ですね。義は義理の義です。これ弟ですね。この義見譲ろうとしていたのを日野富子、つまり足利義政の奥さんですけども、奥さんが自分との間にできた義久という、これ息子なんですけども、こちらの方に譲りたい、こちらの方に将軍職を継がせたいと。だからこの義久と、義見、これはだから弟と息子と書いてますけども、つまりこれは義政から見た場合の関係ですけども、この2人がの間に確執があって応仁の乱が始まったというようなことを、一番単純に言えば言われます。でさらにそれに山名宗全とそれから細川勝元というのはそれぞれが分かれて、そのよりその戦火が拡大したみたいなことなんですけれども、本当にそんなに単純かという問題ですね。本当にそんなに単純ならば11年も続かないだろうし、実はその山名宗全と細川勝元もずっと敵味方ってわけじゃなくて、結構味方同士であった時期も長いわけですね。でさらにそこに畠山氏というまた第三者がおります。でそういったもう非常に混沌とした、おそらく一言では話せないような応仁の乱について一冊にまとめているのがこれですね、五座雄一応仁の乱です。戦国時代を生んだ大乱という副題がついています。で応仁の乱だけに絞ってこれだけの一冊、しかもこれ新書として割と分厚いんですけども、何ページかな、280、300ページ弱あるわけです。でこれを読んで、いややっぱり応仁の乱ってすごい複雑なんだなということが分かりました。でちょっと不思議なのが、個人的に不思議なんですけども、これ47万部も売れてるんですね。大体売れる本っていうのは単純で分かりやすいものだと思うんですけども、で応仁の乱は確かに有名なんですが、これ読んでどうかな、自分では分かったつもりになったのかもしれませんけれども、あまり自信ないです。読んでみてすごくしんどいなと、
こんなに複雑な事件を解析していくのは非常にしんどいんだなっていうことが実感として分かりました。でこれを一冊読んだから、じゃあお前応仁の乱について語れるかっていうと、その自信ないです。自信がないほど、まあ逆に言えば精密に、複雑なものをさらに精密に解いているのがこの応仁の乱です。でこれを書いたのは五座雄一という先生ですけども、この人はもう歴史学、特に日本の中世史が専門の先生です。でその五座雄一先生が書いたもう一冊の本がありまして、それがこちらですね、陰謀の日本中世史で、これは日本の歴史の中の、まあ、特に中世の中のいろんな陰謀を取り上げています。まあ、陰謀を取り上げているというよりは、まあ、歴史的な出来事を取り上げています。で例えば保元の乱、平治の乱とかですね、それから頼朝、源の頼朝と源義経の確執で、まあ、もちろん義経が滅ぼされるわけですが、それから今の応仁の乱も当然取り上げていますし、でおそらく誰しも興味があって知っているのが本能寺の変ですね。それから関ヶ原というふうにそこまで取り上げています。でそういった出来事っていうのは誰それの陰謀だったんじゃないかっていう説が時々出てくるわけですね。でしかもそういう陰謀だったんじゃないかっていうのを出してくるのは、まあ、本物の歴史学者じゃなくって在野の研究者といいますか、まあ、趣味でやってるとちょっと語弊があるのかもしれませんけれども、歴史学の王道の方じゃない人がそういう陰謀論を言ってくると。で、まあ、さっき言ったようにこの五座雄一先生はこうまさに歴史学者中の歴史学者と言っていいんだろうと思うんですけれども、まあ、本筋の歴史学者です。でだからこの先生がいや違うんだよと、そんなに簡単に陰謀で片付けられるものじゃないんだっていうことをそれぞれの出来事について説明していってます。で陰謀論というのは単純なんですよね。単純明快で分かりやすいから、それを聞いた素人、まあ、私も素人なわけですけれども歴史については、素人がなるほどと思いやすい、特に、まあ、陰謀論というのはよくあるのが、最終的に利益を得た者が、まあ、陰で操ってたんじゃないかという、それはもう我々だから分かる、現在の我々だから分かることであって必ずしもそんなものじゃないんだと。で特にその本能寺の変なんていうのは誰しも知ってるわけですね。誰しも知ってるけれども光秀がなぜ信長を殺したかは分からないと。でそういうところに関してはやっぱり誰かが何か、誰かというか誰しも何か言いたくなると。でそれを割ときっちりと、いや違うんですよ違うんですよ、こういう理由で違うんですよということを解き明かしてくれます。だからこの応仁の乱は結構しんどかったです。でけどもこっちの陰謀の日本中世史は読んでいくと、あなるほどそういう考え方ではあかんねんなっていうのが非常に説得的にこう分かってくるといいますか、で、まあ、ちょっと痛快な感じがする時もあります。バサバサッと切っていく、陰謀論をバサバサッと切っていくので割と面白いです。で繰り返しますが、こっちはしんどいです。ちょっと読むのしんどかったと、私はしんどかったです。でそれに比べるとこっちの方が読みやすいです。だから両方読むとしたらまずこっちを読む、で、それから、まあ、歴史学の方法論の、まあ、綿密さっていうのを知った上でこっちを読むとより分かりやすいという感じはします。まあ、日本の中世に関して、興味のある方は読んでみたらいいんじゃないかと。まあ、さらに言えば日本だけに限らず、日本の中世史に限らずかもしれませんけども、陰謀論っていうのがそんなもんなんだっていうのがこっちは分かるかと思います。